国宮大局殿の後国慶は奈良時代の都の城の一つ、山城の国相良軍に位置する。正式名称は山と国大宮。旧跡は山城国分寺跡と重複し、合わせて国の史跡に指定されている。藤原広次の乱の後、天平十二年十二月十五日、聖武天皇の勅命により平城家から遷都された。相良が選ばれた理由として、 右大臣、立花諸径の本拠地であったことが指摘されている。741年の9月に、左京右京が定められ、11月には、大和国大宮という正式名称が決定され、大極殿が平城京から移築され、大宮垣が築かれていき、宮殿が作られた。上防地割りが行われ、木津川に大きな橋が架けられた。しかし、 人としては完成しないまま743年の末にはこの刑の造営は中止されて、聖武天皇は、大見しがらき宮に移り、742年秋には、大見国で宮の建設が始まり、さらに744年2月に、穂積ミを留守官に任じて、南ン刑に、戦と、さらに745年5月に、とは、平城刑に戻された。戦と後、 748年国宮大極殿は山城の国分寺に侵入されている。宮は平城宮を簡略化した程度で南北750メートル、東西560メートルの南北に長い長方形であった。長道院も平城宮より東西に幅が狭く板塀で囲まれていた。西側は狭い谷間、東側は木津川の氾濫源によって 宮や慶の造営が制約され、全体的に小規模であったと見られ、情報性を示す意向も確認されていない。2015年10月8日、京都府教育委員会は、新年を祝う儀式である、元日長蛾に用いる旗や登りを立てたとみられる、柱穴の跡が、国宮跡で見つかったと発表した。このような意向の発見は、関東後の平常を経 長岡京の遺跡に次ぐ3例目であり、正月を祝う習俗の後としては、国内最古という、京都府教育委員会は、741年と742年の正月に儀式をした後と見ている。ありがとうございます。